はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ベゼルハイブリッドで、はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、本田さんに車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダベゼルハイブリッドということで、こちらの車は、去年の、2018年2月の16日に、マイナーチェンジしましたね。マイナーチェンジ後にね、このフロントマスクはだいぶ変わりましたよね。特にね、この目の部分、目の下にね、デイライトがついて、なかなかね、かっこよくなったと思いますよね。ベゼルね、相変わらずのね、人気車種ということで、ボディサイズもね、そんなに大きくなくて、使い勝手がいいですよね。ちなみにね、この色、ルーセブラックメタリックですね。真っ黒じゃなくて若干ね、青紫というか、メタリックがね、キラキラっと入ってますよね。横から見たらこんな感じです。最近のこの SUV で流行りですけども、ドアノブがね、もうここにないんですよね。ここにあります。まあこのね、デザインもね、もう見慣れたかとは思いますが、まあなかなかシンプルなデザインでいいですよね。ちなみにタイヤの方は215の 55R17 17インチを履いております。後ろから見たらこんな感じです。で、このタイプはハイブリッドカーなので、マフラーの方はね、1本出しですね。次のね、1.5 リッターターボタイプは、マフラーがね、2本出しということで、 RS モデルをね、ベースとした感じなので、スタイリングはね、だいぶスタイリッシュになってますよね。はい、ちょっと後ろ開けてみましょう。私ね、フィット乗ってるんですけど、この後ろのトランクの広さはちょっと羨ましいなと。いや、本当にね、これでハイブリッドなんですよ。どこにバッテリーがあるのかなという感じですね。ちなみにこの車は、ハイブリッド Z ホンダセンシングということで、結構ね、オプションがね、豊富なんですよね。フロントにね、いろいろカメラがついてるんですけども、雨をね、検知して、ワイパーがね、自動的にこう動くというシステムもついてます。ちなみにハイブリッド X はこのルーフレールがね、最初からついてます。ベゼルの天井ってね、よく見るとほら、これ空力、これ空力ですかね。ほら、結構へこんでるんですよ。かっこええな。このドルフィンアンテナもね、かっこいいですよね。いや、でもこれルーフレール最初からついてるっていいですよね。あと LED のね、フォグランプもついてます。では内装の方を見てみましょう。ではお邪魔しますと。おお、内装はね、こんな感じです。おお、やっぱベゼルって高級感感じますよね。椅子の方もね、ツートンカラーで、サイドが革で、センターはね、布張りになってますね。まあホンダでよくあるデザインですね。ちなみにね、シートの方は2つまでセットできますね。これいいよね。あとシートヒーター完備です。冬はいいね。で、このコンソールの方もね、すごい質感がいいですよね。非常にね、上質感感じますよね。で、このエアコンとかのね、操作系、これね、ちょっとタッチパネルなんですよね。これフィットも一緒なんですが、運転中にね、こう手探りでね、触れないんで、私はね、これどうかなと思うんですけども、本当はね、このリアルなボタンの方が私は好きです。操作系はね、スポーツモードで、これはパーキングブレーキですね。で、ブレーキホールド、これ便利です。で、ここにちょっとしたスマホ置きなんですけど、これスマホがね、入らないという。スマホ置きじゃないんか、これ鍵置きかな。うん、入らないですね。 USB のね、電源とかはここはないですね。残念ですね。ちなみにドリンクホルダー、こんな感じです。ハンドルもね、結構やっぱ質感高いですよね。私ね、やっぱりホンダね、乗り慣れてるんで、安心感すら感じますね。ちなみにね、乗った感じ、こんな感じです。いや、まあまあ、私ね、結構身長高い方なんですけど、まあ、なかなかね、広々した感じですね。まあ、落ち着いた空間といった方がいいですかね。
はい、後ろ乗ってみました。やはりね、後ろちょっと頭ね、私ちょっと座高が一人高いんであれなんですけど、ちょっと当たっちゃいますよね。どうしてもね、この流線形なので、この横の部分が低いんですよね。どうしてもね、ちょっと真ん中寄りに行くと、まあ手のひら一枚ぐらいですね。まあ、普通の方はもうちょっと拳入ると思うんですけどね。ちなみにこれドライビングポジションにして、拳2個半ぐらい行くわ。はい。あ、小さいよこれ。アームレストこんな小さかったんか、知らんかった。大きいね、スピーカーついてますよね。これ今度ね、出る新しいベゼルの 1.5 リッターターボですね。これもね、良さそうですよね。では地上の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ベゼルハイブリッドということでね、人気ですよねベゼル。こちらの車は 1.5 リッタープラスモーターということで、7速デュアルクラッチトランスミッションですね。結構ね、この DCD ですね、出始めは結構ギクシャクしたね、乗り味とかいろいろね、リコールもあったみたいなんですが、まあもう成熟しましたよね。うん、やっぱりね、スーッと走ります。スーッと走るのがね、このホンダのね、 1.5 リッタープラスモーター、まあ、スポーツハイブリッドの特徴ですね。いや本当にね、この重さを感じないんですよね。でアクセルもね、完全にこれ最後まで踏み込むことってないんじゃないですかね。でこのベゼルね、走行性をね高める、パフォーマンスダンパーがついております。最初にね出たモデルからだいぶ乗り味が変わってるということで、確かにね、まあ多少固めのダンパーかなと思うんですけども、今乗った感じね、やはりね走りに上質感を感じますね。今、交差点の方にかかります。うん、まあそんなにね、ロールの方は感じないですね。やはり足回りは若干固めですかね。キビキビ走るような印象ですね。このね、ベゼルハイブリッド、JC08 モードはね、23.4kg と、まあ燃費の方はね、確かにいいですよね。まあ金額の方もね、271万円と、まあベゼルの中ではちょっとまあグレードが高いので、まあ金額設定としてはちょっと高めの方ですね。まあ次のね、1.5 リッターターボと比べてみたいところですよね。まあ、皆さんどっちがいいですかね。はい、どうでしたかね、ベゼルハイブリッド。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ベゼルハイブリッドに乗ってみたいでした。ジャーニーボーイッシュ。